はい、どうもあるです。今日もプロップハントやっていくんですけど、ちょっと今日はプロップハント初だね。初の後付け実況です。はい。過去のゲームでは、ちょっと後付けでやったこと結構かなりあったんだけど、今回は初めてだな、このゲームでは。はい、これちょっと、やってるやつを録画してて、音声入ってないんで、後付けなんですけど。あ、そうですね。配信この前、めっちゃいきなりだったんですけど、来てくれた方ありがとうございます。はい。ちょっと Twitter と TikTok のストーリーでは告知、やる10分、20分前に告知したんだけど、それいつも気分だからさ、やろうかな、やらないかなって。半年ぶりの配信だったんですけど、来てくれた方ありがとうございます。これやばかったね、ここのシーン。なんとか逃げ切れて、そう、ここ見て、一旦ここ見て。ここ場外だと思うじゃん。立ち入り禁止ゾーンじゃないんですよ。これ知らないとここチェックしないよね、わざわざ。え、これは真っ黒焦げになってるのはなんか、あれね。ちょっとバグかなんかね。わかんないけど。テクスチャーっていうのかな？俺はあんまわかんないんだけど。あれが行っちゃってるやつですね。ここね、マジ強いんだよ。知ってれば知ってる。で、配信の時、え、そこ行けんの？みたいな俺が言ったじゃん。多分見てた人ならわかるんだけど。そう、だからね。マジで、まだ、このゲーム出たばっかりだからさ。うん。でもね、やっぱりね、出たばっかりだから物体の配置把握してないとは言いつつも、このシーンバレたかと思ったよね。言いつつもね、やはり、俺もそれなりにハードポイントチームデスマッチとかいろいろやってたから、でっかい柱とかさ、でっかい木とかあるじゃん。それをさ、自然に立ててるつもりでもさ、そこでよく戦闘をしてた場所なら、結構わかるんだよな。違和感が。端っことか、いや、ここで戦わないだろうとか、ここあんま来ねえわっていうところにあるとわかんないんだけど、戦うところだとね、結構分かっちゃうんだよね。敵が強いと特に、俺も分かっちゃうくらいだから。まあ、そんなことはどうでもよくて。そうだね、配信、これからもちょっとずつ、あんな感じにやっていけたらなと思ってるんですけど。そうだね、今作難しい。で、難しいんだけど、で、最初の方マジで瞬殺やん。こんな無理やんって思ったんですけど、配信中にも分かった通り、意外と勝てたんですよ。はい。意外と勝てたし、でも直してほしいところは、視点バグというか、いや、視点はあれはなんか仕様みたいな感じするけど、視点と、あとは、足音、あと味方の位置。足音がしないんですよ、これ。物体が、これ。目の前走ってるじゃん、今も。銃声はするけど足音全くしなくて、あとマップに味方の位置が表示されないからそれ直してほしいのと、あと物体によって全然スピードが違うの。それをさ、ハンター側と一緒くらいにしてほしいよね。で、スタン関係はそんなに俺はいじんなくていいかなって思う。うん。なんか逆にさ、物体が強く、ちょっとでも強くしすぎちゃうと、なんか、物体側が強いと思んないじゃん。さすがに。かくれんぼゲームで。ドキドキ感がないからね。みんな生き残っちゃったりしたら。あとはあれだね。よじ登り後の速度減少がなくなってほしいね。あとなんかあったっけ？忘れたわ。それくらいか。それが治ってくれれば嬉しいでござんすけど、これは、あと5秒なんで勝ちますね。そしたらちょっと画質落ちちゃってるかもしんないんだけど、配信の切り抜きにちょっと移行します。ということで、うまい、来てくれた方ありがとうございます。またやります。赤いからな。これやばい。これや
そう、こうやってなるじゃん。ほら、これ回転してもこの画面のままなのよ。視点が終わってます。こうなっちゃうの。ずっとこの押しつぶされた地面、あの画面のまま。だ、俺が狙われてるのかしら、わかんない。めっちゃダイブしたやん、今。え、今のでバレないってことは結構強いポジションか。待って、スピードワゴンいなかった敵に今、キルログ。次は味方だったわ。そう、俺、待って、やばすぎ。俺ともう一人しかいない。てか、みんな抜けてる。俺、北斗の拳好きって言ったら、ジョジョもめっちゃ好きだから。1年前くらいから見始めたジョジョ。ちなみに、ディアボロが一番好きです。あ、やばいかも、それ。今のでさ、逃げるかの判断むずいよな。今、チラッと。これむずい、マジで判断。え、なんか違う人いる。飛び込んだら二人になった。え、これ真下にいるとかない、ないよね。でも、撃ってくれれば赤マーク出るから、マップにも出てるし、画面の端にも見えてるじゃん。画面の一番上の方に赤、方向が。撃ってくれればわかるんだよね。逃げやすいんだよね。でも大体ホラー現象起こるからな、撃ってくれなくて。これ、勝てるか？ワンチャン。俺決めた。バレてそうでも、いや、確実にバレてるなって思ったら逃げるけど、チラッと見られたくらいじゃこれ動かない。動じない、俺は。入水。あと1分。勝ったか。いや、勝っても見つけきんないと俺らの勝ちじゃない。あ、やばいかもしれない、それ。暴れてない。素晴らしい。そこの椅子みたいのあるじゃん、長い。彼が行った前の。今、ちょうど撃たれてる物体。あ、もしかしてだけどやばいよね。ちょっと、あ、追加になってる。あー、危ねえ、マジで。ナイスナイス、危ねえ。したー、これ。うわ、明日。待って、明日さ、これで隠れたんで、明日出す動画で。違うところ隠れたいな。ここら辺どう？え？え、埋まっちゃうじゃん。え、しかも真っ黒になったんだけど、俺。なにこれ。え、埋まっちゃうのはやばくない？これ、真っ黒になってる。これ敵から見ても真っ黒ですか？もしかして。え？え、土。え、これ物体だと思うか、これを。敵は。これな、待って、何これ。これ、え、でもこれ物体だと思わないんじゃないか。え、これ敵から見てもこうなんかな。やばいやばい。土かぶって俺の人生終わった。ああ、味方どんどんやられてく。これ味方がさ、最後の1分くらいまで生き残ってくれればさ、一人でも。勝てんじゃねえか。
俺だけになってあと2分とかになったらきついけど。あ、痛そう。いや、カクカクしてない?この人。俺が回線悪い?フレームレート30くらいな、この人。あ、違う、俺のフレームレートが低いんかもしんねえ。ちなみに俺 PS5 でやっていきますが、モニターが雑魚なんで金がなさすぎて、60しか出ません、FPS。あ、俺の人生終わったかな。え、マジでこれさ、何これ。え、まだ焦げてるとかのレベルじゃなくないもん、これ。ビニールやん、黒い。ビニール袋やん。敵のスタン食らったとか、撃たれたとかじゃなくて、土に埋まっただけなのに焦げた。何これ。ふざけないでほしい。でも逆にバレないかもしれない。これもし勝ててさ、あ、やばいかも。これもし勝ててベストプレイ俺映ったら笑うんだけど、普通に。息ぴったりで撃つね。いや、無理か。え、デコイは焦げてない。あ、やべえ、終わった。僕の人生。そこ曲がり切るって思ったら。